ご視聴ありがとうございます。ちもちもです。今日は、京王線の高畑不動駅に来ています。京王ライナーが来ました。おっと、ここで。なぜ運転席は左側についているのでしょうか？運転士が座る席は、どちら側についていたかわかりましたか？左側についてますね。なぜ、左側についてるかというと、日本で鉄道が開業したのは、明治5年で、10月14日に新橋横浜間を、明治天皇のお召し列車が往復されたそうです。当時、鉄道は、イギリスから輸入していました。日本で一番最初に輸入された蒸気機関車が、左側に運転席がついていたからだそうです。左側通行が原則の日本では、信号機が左側に立てられていることが多いです。そのため、信号機を見やすい左側に席を配置しているそうです。京王線は信号機ないじゃん？駅のホームも、車両の左側が多いですね。運転台が真ん中というもの少ないのは、その時に、運転席が真ん中にあると、貫通扉で、車両間を行き来しにくくなるため、左側に運転席を寄せたとも言われています。それだったら、右側に運転席をつけてもいいかもねー。仙台の地下鉄は、右側に運転席があります。島式ホームが多いからだそうです。利用者が使いやすいように、設計してるんですね。ユーザー目線で考えないとですね。今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。